昭和の日の今日、入場料が無料となった昭和記念公園は、ゴールデンウィークに自然に親しもうという親子連れでにぎわいました。4月29日の昭和の日には、毎年昭和記念公園が無料で開放されていて、今日も連休を利用し、朝から多くの家族連れらが訪れました。気温が上がり夏日となる中、昨日オープンしたばかりの水遊び広場には、水をかけ合うなどして遊ぶ子どもたちの歓声が響いていました。冷たくて楽しい。友達で一緒に来てる。楽しくて冷たくて気持ちいい。ちょうどいいですね、今日ね、こうやって遊ぶには。はい、たまになので、こうサービスしないといけないと思いました。また公園内では、透き通るような青色の花、ネモフィラが見ごろを迎え、訪れた人たちは、空とネモフィラが織りなす一面の青の景色を思い思いに楽しんでいました。